米だ米だ米だ一米だ。なんかあんまあれなんですよね、あんま表裏がないんですよね多分私は。これは遠回しに私はいい人ですよ宣言か。いや違うんですよ、本当になんか、うん、多分隠せないタイプなんですよ。あ、嘘つけないってこと？そうなんです、多分すぐバレるんですよ。なんかなんで目泳ぐの？それもありますし。泳ぐの本当に？泳ぎますし、泳ぐっていうか多分貫けないんですよきっと。そういう私はこういうのを演じてますみたいなのを貫けなくて。なるほどね、多分、うん、素じゃなきゃ無理みたいな。そうなんですよ、なんか本当 こういうふりをしてもすぐにいっぱいボロが出てくるんですよ。そうなんですよね、だからね割とこんな感じでもうそのまま生きてきました、うん、的な。そうなんです、ずっとこんな感じでね。そうだからすごいお茶が好きってイメージじゃないですか。うん、イメージそうだね。そうで実際なんかすごい好きなんですけど、あのいろんなメンバーから卒業おめでとうって言ってなんかちょっとしたプレゼントをもらったりするんですけど、そのプレゼントの内容が大抵みんなお茶をくれるんですよ。はい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 。お茶をくれて、そう今日もなるちゃんから、うん、あの紅茶と抹茶オーレとかもらってあそうなんか可愛いお手紙付きでねもらったり、そうあと私の推しメンのくまちゃん、あくまちゃんそうだ、くまちゃんからもあのなんかちょっと本気のお茶屋さんの新茶とお茶を入れるカンカンをもらって、うん、おーそうなんか可愛い雑貨屋さんのじゃなくってその本気系のお茶屋さんっていうのがちょっとくまちゃんらしくて可愛いなって思って、おお可愛い、よかったね。嬉しいですもん、嬉しい、可愛いですよねくまちゃん、好きすぎるだろう、ちょっと好きですよ、おしめだもんね、うん、しょうがないね。しかもちょっとついてたお手紙に私の一番好きなくまちゃんのダジャレのたらこを食べて働こうが書いてあってそれ面白いか、面白いですよ、直筆のたらこを食べて働こうが書いてあったんですよ、うん、高まった、嬉しいですね、高まりました、おうん、でもかおりさんもくまちゃんの顔好きなんですよね。あ、くまちゃんは私は顔が好き、なんかで見ました、顔が好き、あ、月刊エンタメに書いた、ひよきさんのことも書いたよ私、言ったそう名前伏せてあるだけで、そうなんかお母さんが見つけてきて、あ、そうだったの、そうなんですよ、そうくまちゃん顔が可愛い、可愛いですよね、うん、可愛いくまちゃん、くまちゃん見てる、おい、ちゃん見てないよ、見てないよ、残念見てない、いやいやいや見ましょう、ちょっとファンの方へ本当最後のメッセージ、最後のメッセージ、いやそう、じゃあ真面目系でもいいですか、別に、え、もう本当に笑える系がいいですか、何でも、ちゃんと多分本当の思い聞けるのが一番いいと思うから、うん、あ、そうですね、そうですね、まあいろいろ細切れになるかもしれないんですけど、うん、まあね、いろいろ卒業とかね考えてたのが、まあ去年の末ぐらいだったんですよ。おお、どうしようなって、うん、将来のこととかいろいろ考え始めたのが、でも、でもなんか一応自分の中でなんか次に SKE になんか大きなことがあったらもうそれまでね区切りをつけようかなって思ってて、ほいほい、でその自分の中で大きなことっていうのが多分組閣とかで、ほいほいほい、でそれでまあ、ここまでで一区切りつけようかなって思ったのがやっぱ大きくて、だからね、なんだろう、まあ組閣の時にも私は昇格できなかったわけなんですけど、まあ、でも昇格してても同じ形に今なっていたかなっていないかはわかんないんですけど、でも多分同じ形になってたのかなって思ってて、まあ、美月とかもね、そうだしね、うん、やっぱり私もだったりそのさっきの美月ちゃんもそうだと思うんですけど、うん、やっぱ夢が二方向にある人って結構悩むと思うんですよ、そう、なんか一つは本当に芸能界関係の夢で、うん、でもう一つは割と
なんだろう、現実的っていうのか、なんていうのかな、うん、本当に自分の勉強だったりそういうの、なんていうんだろう、頭だけでどうにかなるような、まあ、どうにかなるっていうのもお仕事やってる方に対して失礼なのかもしれないんですけど、うん、まあ、表現の方法がうまく見つからないんですけど、うん、そういう方向の夢を持ってる人とかあと多分同じように悩むのかなって思って、うん、まあ、どっちにしようって思った時に、うーん、なんていうのかな、うーん、自分の中でこう学校行きたいなっていう気持ちが強かったり、ほいほいほい、そう、なんかどんどんそっち学校行きた、行って勉強して行政書士さんの資格取って将来そういう仕事に就きたいなっていう気持ちの方が多分どんどん大きくなってきて、うん、まあ、もちろん SK の活動も楽しいんですけど、うん、でも楽しいけどその心のどっかで、あ、学校行きたいなって思っちゃってる自分が、あ、うん、いたりして、なるほど、うん、まあ、完璧な両立ってやっぱり難しい、まあね、そうだね、うん、どっちもうまくやるっていうのが難しくて、どうしても、うん、で、まあ、そんなこと考えてるうちに、なんかこのままの気持ちでやってるのってどうなんだろうって、お、そう思い始めて、はいはい、やっぱ一緒にね頑張るメンバーに対しても応援してくださるファンの皆さんに対してもちょっと失礼なんじゃないかなって思い始めたのがやっぱきっかけで、お、うん、そうだから、うん、だからどっちも中途半端な気持ちでやりたくないなっていうのがあって、一つに絞ろうと、うん、って思い始めたんですよね。っていうのがまあ細かな経緯なんですけど、ね、そう、なんか難しいんですよね、あの公演とかって話す、そうだね、緊張しちゃうし、うん、うまく言えないしね、ブログとかでもあのうまい表現方法ってやっぱ難しいじゃないですか、そうだね、そうだからどうしてもね、うまい言葉で伝えれないニュアンス的な部分があったりするんで、うん、そうなんか、まあ、これが真相ということで、そう、真相っていうか、そんな細かい気持ちもあったりしての決断だったんですけど、うん、そうだから、そう、総選挙もね私もともと立候補してたんですけど、はい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 、まあ卒業にあたって辞退という形を取らせていただくことになったんですけど、だからまああれじゃないですか、総選挙の立候補っていうのは組閣発表、はいはいはい、前だったじゃないですか、うん、だからその時はまだもう本当に、あ、普通にやる気でいたからってことか、頑張ろうっていう、うん、まだ どっちつかずっていうとあれですけど、うんうんうん、まだ大きな変化も SK いない時期で、うん、まだ普通に昇格目指して頑張ってる時期だったんで、あ、まだ普通にやる気で立候補したんですけれど、うん、でもそこでも卒業しようって決めた以上は、うん、うん、なんか中途半端な気持ちで出るのもね、うん、他の立候補してる人に失礼だと思うし、応援してくれるファンの方に対しても失礼だと思って、まあね、いろいろご迷惑かけてしまった部分もねあるかとは思ったんですけれど、まあ、でもたらたらね、うん、中途半端でやってるよりはやっぱビシッと ね、うん、そうだからね、決めた方がいい気もするけどね、うん、そうなんですよね、そうだからまあその辺はね、まあ、総選挙に関しては、うん、まあ、賛否両論あると思いますが、まあいろいろと、うん、順番の問題だったというか、そうですね、いろいろ細かいのがあったということで、うん、そう、表現が難しくていろいろねご迷惑をおかけして申し訳ない面もあるんですけど、うん、っていう感じですね。あとなんだろう、うん、あとなんか話したいことあるかな、ある？あとはなんだろうな、でもね、割と大丈夫かな、大丈夫、うん、いろいろ
他で語られなかった部分は多分話せたかなと思うので、うん、でも本当にね今まで1年半活動してきて、うん、まあでも本当楽しかったですね。すごい楽しくて、まあ辛い面もいろいろあったんですけど、まあ応援してくださる方がいらっしゃったり、うん、まあ時には一緒に泣いてくれたり、ちょっと厳しいことも言ってくれたり、うん、まあ本当にすごい自分にとって励みになったし、本当にそうやって応援してくださるっていう皆さんがいるっていうことが自分の誇りだったし、自信にもどんどんつながってって、だから何でしょう、だから SKE にいたっていうのはこれから目指す夢とはあんまし客観的に見たら、まあ、関係ないんじゃないって言われるかもしれないんですけど、でも絶対無駄だったりは、まあ、無駄じゃないでしょ全然ね、しないと思って、やっぱりねすごい本当に普通じゃ経験できないようなこともたくさん経験させていただいたり、そうですね、やっぱりいろいろ人生の糧になってるなって思って、どう言えばいいんだろうな。なんて言えばいいかな。なんかやっぱりね、うまい言葉がよく見つからないんですけど、難しくって。でもやっぱりね、まあ、SKE として活動は本当にいつも全力でやって本当楽しかったし、おう、そう、もう本当悔いはないかなって思います。お、後悔もないですかね、ないと思いますね、まあ、これから進む道は、まあ、芸能とは関係ないけれど、まあ、そっちでも、まあ、ここでの経験がすごい、生きてくるんじゃないかなと思って、やっぱり、人と人との関わりっていう面では同じじゃないですか、だからすごくいい経験をさせていただいて、これからの自分に生かせていけるかなって思って、そうですね、あとは何だろう、まあでもこんなところですかね、私のいろんな気持ちは。本当、もう言い残したことないですか。で最後にね、たくさんの、はい、ね、本当に私に愛情を注いでくださったファンの皆さんへ本当に感謝してるので、はい、まあ、ここまでね頑張ってこれたのも、まあ、ファンの皆さんの支えがあってのことだったと思うので、本当に、まあ、感謝して申し訳ないぐらい本当にありがとうを言いたいです。もう本当に私は幸せ者だなって最後まで思いました。そう、今日の握手会もね最後にたくさん戻ってしまうんですけど、はい、たくさん、ありがとうって声をかけていただいて、なんか私の方がたくさんいろんなことしてもらったのになって思いながら、でも本当にありがとうございました。そうなの？いつもみたいに綺麗に締めれないですよ。そうなの？はい。これから夢に向かって頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。最後にじゃあキャッチフレーズやって、お、そうですね、そうですね、最後のキャッチフレーズ、はい、お願いします。いただきます。はい、涙の先に実る希望、夢見る大和なでしこ、20歳の日置美希でした。ありがとうございました。バイバイ、元気でね、体に気をつけてね。